いよいよ最後の戦いだな。もう準備は大丈夫か？大丈夫だ。よし、行くぞ。お、でかい、音がでかい。神奈川一区、天野圭一、当選確実。神奈川二区、久米壮太、当選確実。久米壮太、当選したんだな。あ、夜になった。いや、エリちゃんいないんだよな。ニックだよ、一番。いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。ん？なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな、うん、部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、あ、それで2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。あ、天道ともやらなきゃいけないね。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとうよ。ただし、そこは魔王の城だよ、一番。ニックはこう最後まで絡んでくるのはすごいよね。ユウたちの計画がうまくいくことを影ながら祈ってる。ニックはすげえんだよね、結構。人望がすごいんだよな、ニック。ニックは。だって真島の兄さんとかかくまってたんでしょ。さあ。これが一番のビジョンか。なんとエフェクト付き。よっしゃ、行くぞ。なんて豪華なんだ。いますね。盛大なお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。じゃっじゃっ、行くぞ。え、飛び降りんの？え？沈めてやる。大見連合組。覚悟はいいですね。はい、じゃあゲルト、じゃあ久しぶりに姉御ホーム行きましょう。いいね。舐めると痛いもんだ。これ通常攻撃でいけそうですね。OK、浮いた。うまい。ふう、全部倒せたようだな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ、うん、みんな気を引き締めていこうぜ。いこうぜ。箱、これはここでしか拾えないからな。拾えるだけ拾っとかないとな。こっち行けんのかな。いける。スプレー、ボコボコにしてやろうぜ。おらいきなり攻撃してくる。あー、ショートカット追加しとけ。なんか勝てましたね。じゃあ覚悟しな。よし、勝ったな。あ、ここにも敵いるな。ここは？お、開けてみるか。やったぜ。お、ライデン。あ、こういうのとかもあるからさ、一応ちゃんとね、くまなく捜索した方がいいっすね。何見てんだよ。何撮ってんだよ。ボコボコにされてんのか。痩せるって。覚悟はいいですね。やんないのに。あ、してみろ。遊んでくんだ。
とりあえずもうこれで全体攻撃でなんとかなりますね。なめると痛い目になる。死ねえ。よしよしよし。強くなった気がするぜ。結構うまいな。こことかなんかないかな。あるあるある。これ必要なものだから多分素材だろうな。見てんじゃねえ。なんか文句でもあるのか。ジロジロ見てんじゃねえ。ボコボコにされてんのか。ジロジロ見てんじゃねえ。どうしようかな。どれどうやめるなよ。さあもう一撃。素晴らしい。さらに強くなれましたね。さらに強くなれましたね。なさそうか。しかし、妙に荒れてるな。すごいよな。さっきから薬とかサプリメントの瓶が転がってるんだけど。何があった？この先に何か言いやがるぜ。これは今機嫌が悪いんだ。お、やばそうな敵が。相手にならないんじゃない？こいつら近江連合じゃねえよ。まずこいつら重み連合じゃねえ。俺の番。ナイス。またいい女になりたい。テンション上がりますね。いい感じ。レベルも上がるし、ね、BGM いいな。やっぱかっこいいわ。ホームトークにない。行きましょう。何回ここ。お、あるある。こういう銀行系は開けた方がいいな。開けてみるか。開いたぜ。イリーガルブーツ。ペン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 。全然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 。すげえな。あ、極みドリンク出たんだけど。すげえ。これは近江連合だな。どうしようかな。どうしよう。仲間を強くしすぎたな。ナイス。いいじゃない、いいじゃない。こっちもいけるんだよな。二度と笑いなくしてやるぜ。気合いためてる。攻撃力はこれか。ラッキーパンチウィークだ。こっちはないか。銀行的なの。アタッシュケースか。これとかちょっと拾いたいタイプなんで使わんとは思うけど、念のためね。ここでしか拾えないっていう。なんかドングステン、これは買えるやつか。その目つきが見る。練習試合。どうしようかな。してるか。本気でやってん。こいつ硬いぞ。俺の番。こいつ硬いな。ちょっと別な技使ってみるか。ん？投げる。お、すげえ。え？絶対痛いこれ。ええー。かっこよ。何聞くんだろこいつ。見せてやるよ。地霊名よりの弱い。雷くん。
くれたい。こっちも行ける。どっち行ける。こっちはいけないか。こっちだ。じゃんじゃんじゃん。おいてめえ、おい、ちょっと腹出せよ。ほら、分かってこいよ。こいつら近江連合じゃねえだろ。なんでよお前ら。何かした、何かした。まあ、本気でやって。春日たちが効かなかった。さあ、勝てると思ってる。腐ったゴミ袋、お前はこれ倒す。なめるなよ。なめるなよ。俺の番だ。素晴らしい。取っておきだ。天の怒りだ。お、耐えた。謎の祈り。お任せください。はい、また強くなっちゃったね。また強くなっちまったか。また強くなっちまったか。超高校、こういうのはもう素材だからね。ここ見落としてないから。めっちゃ探索する。なさそうっすね。なんて、ん？おっと、階段発見だ。階段。セーブポイントか。まさかここから最上階まで登るの？まあそうなるかもしれないな。エレベーターねえのか。足がきついよ。他に方法がないんだ。仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。登っていこうぜ。ニース。ニース。これ回復ポイントはありがたい。セーブポイントないのか。なさそうだね。うん、まあ行きましょう。後ろはない。特にない。いよいよ。エリちゃんちょっとごめんね。ダンダンダン。ここもない。こんにちは。何見てんだよ。ボコボコにされてる。余裕余裕。でんでん。どうしようかな。いやね。違う。ほら来いよ。どうした？私の番ね。大丈夫ですか？成長を感じます。成長を感じます。素材ばっかやね。いいことないけど。なんでね。回転にならないのじゃない。頑張ります。いや、ショートカット登録しようかな。バイチギッツよ。どっちだ。まだ成長できるとかな。こっちもいけるよね。いけるっぽい。あ、銀行ある。謎の男。どうしようかな。大見銀行じゃねえ。俺の番。こいつ大見銀行じゃねえ。待って、やるね。してみろ。よし、行くぞ。何作ったこいつ。雷か。雷槌のやつ強いよな。毒塗り。頑張ります。勝てると思ってるよ。ジャンス、ジャックポットチップ。それでもどうぞ。ナイス。硬かったなこいつ。開けてみるか。やったぜ。サイバーメット。これ発言なんだ俺。まだあるの？開けてみるか。開いたぜ。サイバーブーツ。
サイバーメッドとサイバーブースが。強化防護ガラス。何見てんだよ。誰こいつ。大見連合じゃないやつがいる。やろうよやろうよやろうよ。ほら来い。死んないか。わ。ラい。ほら来いよ。さあこいつ勝てぞ。痛めつけるね。痛めつけるね。死ね。死ね。私の番ね。こいつ勝てえな。いいね。反撃。全然当たらん。とっておきだ。なになに。舐めんなよ。反撃か。覚悟はいいですね。これはどう。あ、これもウィークだ。8月にしてやる。強俺の番。全然当たってないじゃん。よし。ほら来いよ。よし。まあ出るけど。強くなった。さらに強くなれましたね。全然当たってないよお前。手榴弾。アイテムほんと使わないからな。ここはエレベーターあるんだね。サファイアってやつありがたい。だってんね。頑張ります。ナイス。こっちもある？もちろん。ちょっと出れる？旧式オート拳銃。何見てんだよ。いた。なんか文句あんのか。謎の男。これで。クローズゲート。どうしよう。と。かかってこいよ。いいダメージ。俺の番。よし、行くぞ。怪我しますよ。見せてやるよ。天地黎明の怒りを。大将が来るか。これショートカットできるんだろう。ここから行けば。ただ俺はあえてここから行く。開けてみるか。やったぜ。エキスパート。あれ。こっちから行くんだ。結局まあここから行かないといけないんだ。これ隠しルートかと思った。そんなわけない。あるなあ。わ、銀行いっぱいあるな。開けるべき。開けてみるか。開いたぜ。お金塊。開けてみるか。やったぜ。ローマンの。ローマンのやつ鎧とかだって。開けてみるか。開いたぜ。ローマン。初めて見た。あ、でもそんな。そんなやな。あ、そんなやな。力の力、勇気のペンダント。
登れ登れい。結構長いな道のりが。ことがないですか、ないですか。お金魚が見てんじゃねえ。別に見てはないけど。東京大見連合頑張ります。なめんなよ。うっさやーて。いいじゃない、いいじゃない。開けてみるか、やったぜ。お守り、その目つきより東京オーベレット。どうしようかな、してみよう。どうした、俺の番。死ねー、私の番で。勝てると思ってるよ。こいつ何聞くんだ。本気でやる。俺の番だな。勝てえぞ。あ、待って、俺普通にサテライト撃っちゃった。お任せください。お前すごっ。せーて。多分範囲攻撃だろうな、あれ。いてえ。あ、セーフルーム到着。ちまきゲット行きましょう。ここは敵いないの。そんなとこいたの。頑張ります。わからんかったわ。俺の番、俺の番。よし、また強くなっちまった。いや、レベル上がるな。金のサソリ、いいね。まだあるな。開けてみるか。いたぜ。なんだ、結構取り逃してあるから。行くぞ、破壊光線。いきなり攻撃とは。どうしようかな。必殺アブ。なんだか死ぬ。私の番ね。もう厄介な方だと思ってるよ。本気でやってる。レジストね。ちょっとしんどいな。とっておきだ。うれ。だ、氷効かねえんだよ。何やってんだ俺。一回ここで止めとくか。はい、じゃあ続きからやっていきまーす。この先に天道がいる。行きましょう。さあ、一番様のお通りで。うわ、よう天道、ようやく会えた。よう、探し物は見つかったかい。天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、会ったところで何の証拠にもならんで。
それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだい。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。はい。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。取れんかったんや。感謝しとるんやで。天道、うん、てめえ。せやさかいあの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。かわいいね。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。あ、脱ぐんや。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。天道もかっこいいよね。ビジネスやば。天道陽介。ほら、不動の体を持ってやる。おお、あの天道とやり合うことになるとはな。そういや蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。やっていきましょう。天道レベル60。何が効くんだ天然さんは。まったく、まあ、1回ずつに極み打ってみる。烈風切りの極み。まあ今回も天道で遊んでいきますか。そんな余裕かばしてたらちょっとやられるかもしれないんで。言うのよ。やばそう。おっと、こりゃ強烈なのをやる気だぜ。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。でもどうしろってのよ。とりあえず防御だ、身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。
ずやべえやばしてみろ四重剣の極みBGM かっこよっデリバリーヘルプだな使いたいなレジストマジかこれ打ちたいやっちゃえよっしゃ行くぞ剣道の BGM さえ塗り替えてしまうこの極み技絶対打ってる気がするケンドウ何が効くんだサテライトレーザーって言われるド派手にぶちかませド派手にぶちかませキリュウさん使いたいなキリュウさんサテライトレーザーの極みの前全然当たってないっすよ天童さん言うのよ何してくんだこいつこれ行くよあほぼほぼレジストやらんな斬撃は効かねえのかなレジストだもんな極み技シュートボブの極み行くぜ、うん、BGM 最高すぎる俺の番俺の番やるかこれこれ MP がなくなるパターンやなよいしょ次デリヘル使う一番なんだイエーイレジスだ本気でやってるこっからが本番や全然当たってないじゃあいきますデリバリーヘルプ遊んでこないか血に固まっかねそうあとね堂島大吾も使います先に桐生からいきましょうこいつに決めたデリバリーよろしくバイソン歌彫りに似てるやつだけかかってこいめっちゃかっこいいバイソンフン神王竜の極みもう1098悪くない全然攻撃当たってないけど大丈夫です当てると思ってるよラッキーパンチだろう あ全然減らねえ全然減らねえんだけど叩きなめしてみるだいたいレジストなんだよなアイススプレタイプだよあ氷入るなでも氷は入るが誰がいいかよし大悟行こう極道たちの何だった今決めた普通に使っちゃったけどデリバリーよろしくよろしく登場会からこんにちは登場会へようこそ登場会へようこそ
何してんの。え、おお、すげえ。え、蜂の巣にするんすか。あ、やばいやばい。ゴリ押しゴリ押し。バンカか。強っ。余裕だよ、ね、ここ。まだ半分聞いてないんだよな。覚悟はいいですね。何聞くんだ。ほら来いよ。ツインヒーストの気が。氷がちょっと効くのは分かったんだよ。204、竜の舞。こっから出るぜ。お、強。俺の番。あ、エンドレスラブ使えるんだ。一応使っとく。エンドレスラブ。もういきなり攻撃か。なめんなよ。じゃあ、次対戦。さあ、見せてやる。これは蜂の巣にしてやる。あ、レジスト。雷。あ、さっき言ったか俺。あ、サテライトは強いわ。さあ、予告。竜の舞。こっからだ、お前よ。1番の AOT を回復してあげましょう。やめんなよ。1000ぐらい。おい、ありがとよ。ペンペンペン。カッちゃんはもうひたすらアイスつけて勝てるといい。ジャックポットチップ。でもレジスト、ウィークポイントがあんまないな。天童、天童サテライトでバン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 打っておこうか。竜の舞。じゃあ HP 自体はこんな食らわないな。いいねやべ、打ち放題や。あ、なんかある。やばい、まだ本領発揮じゃないわ。え、天童ってそんな強いの。本気出したろ。一番でも押されてるもんな。天童クソ強えぞ。ここに来てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたらとんでもない。死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。オッケー。あ、でも全然私の番ね。してみよ。見てなさい。本気でやって。弱点自体はそんな変わってないね。なめんなよ。遊んでくんないかな。回復します。自分で MP 回復していく。ほら来いよ。いいな、よこす。客が喜んだもんや。お前やばそう。あいつなんか急にガード固めたぞ。いや絶対なんかしてくる。カウンターじゃない。ガードと同時にパワーを貯めてるんだ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。いよいよ奥の手を出してくるってことか。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば勝機が見えるかもしれないのか。なるほど。 あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。一番硬いんじゃない天道。
やるね。残念ながら勝てると思って遊んでくんないかな。ちょっとメンバー交代してみる。してみろ。エリちゃん半順位ね。よし、オッケー。半順位でいこう。勝てー。いいのよ。これ見せると客が喜んだもんや。なめんなよ。本気でやってん。一番の MP を回復しましょう。やるか。サウナマクシマ。あ、どういうやらあるの。はい。サンキュー。遊んでくんないか。バツリア。カバツリア。してみる。女の子にも容赦ないな。本気でやってきなさい。さて、さて。そう、スプレッシュ。スタンスアイリングついてるんですけど、スタンスマッシュとかどう？どうぞ。あ、レジストなんだね。悪魔の予告。俺の番だ。俺の番。私の番です。ツーハンドショットの極み。結構長期戦だね。結構レベル上げてるけど、これで終わりです。粘土強えぞ。ほぼレジスト弱点がほぼほぼないな。雷が弱点なんだろうな。当たってない。まずは右行くで。次右手か。さーて、さーて。してみる。スプレッタイプ。なめない。あー、君に君ない。いざ。かまつぜ。もちゃい。神の右。もうマジか。なめんなよ。戦闘不能になったね。ほんま。私の番です。ほら来いよ。一応すごいな。高級のやつ。一応分かってました。言うなよ僕。これは多分大丈夫だと思うんだよな。言うの前に。まさか一撃技を持っているとは。とっておきだ。いいね。あ、雷が効くんだな。オッケーオッケー。やんないの。絶対負けない。これをどうぞ。ありがとよ。神の予告で、そう、これがあれなんだよ。即死攻撃というか、アイスが使えない。これ意味ないんだ。ねえ、でーて。私の番です。いった。本気でやってる。きたー。いやー、強かったー。マジかよ。テンション上がりますね。